タクア先輩は一緒に謎解きに行ったとはいえ、まあいっぱいねその時もいたので6人ぐらいかないたので、やっぱ安心できるねメンバーとお話する方がね安心できる。こよりもなんかそのなんていうの、赤羽先輩にズケズケ入っていけないみたいな感じなんですよ。そう、もっと仲良くなりたい2024、そんな感じです。ただちょっといやでもなんかわかんないんだけど、本当にすいませんなんだけど、まあ、寒い日だったんですよ。その日がね、もう冬になってて、移動してる時に6人だったか5人だったんか、5人で歩いてて、その時に221みたいな風になったので、こよりなんかその道歩いてる時ってさあんまり広がれないじゃん。でもそこ結構広い道で、しかも車も来ないようなちょっと広めの道だったから、まあ、全然3人並べたんだけど、これでちょっと一歩引いちゃう一歩引いちゃうから、なんか221の1にいたのね。みんな喋ってそうだしみたいな感じで1にいたんだけど、そしたらなんか赤先輩がねギュって手を引いてくれたので、23になってくれたの。寒い日だったからちょっとこう腕をこうキュって組む感じがあって、みたいなってなって、いやめっちゃ嬉しくってえ、赤先輩からそんな風にしてくださるなんてみたいな、そう、ぽよはさ、そう、距離感をすごい測んないとみたいな気持ちですごいいたから、すごいツンクして、そうなんです。でその時は口に出せなかったんだけど、めちゃくちゃ嬉しかったですと今この場を借りてお知らせさせてくださいあのアクタンが赤先輩だ、先輩でしたよ先輩。わかんない、なんかこよりもさ陰キャだからさ、なんか陰キャの気持ちが分かってくれたのかな、もしかしたらこういう時に1になっちゃうタイプだって、もしかしたら気づいてくれたのかもしれない、わかんないけど、いやこよりもマジでびっくりした、スッてねしてくれたんだ、えへ、バラしちゃいました、すいません。線いらないまである、やめてよ、繋がってるのはこよりだけみたいな、繋がってると思っているのはこよりだけみたいなさ、やめてもらっていいですか。まあ、白状したんで推しなんですけど、尊敬する推しで今年は遊びたいと狙ってます。なんかペコラ先輩がねこの前とつった時に、今なんかホロメンともっと遊ぼうと思ってるみたいな話をしてたんで、なんかでも無理強いはしたくないわけですよ。そう、無理強いしたくないから、でもなんか行く気があるならほな遊びましょうよという気持ちでいるので、フェゴラ先輩がその心が折れないで2024年を過ごしてくれることを祈っております。こよりはポケカーのデッキ組んでるってことなんで、ポケカーも遊びたいし、うちには猫がいますし、うちの猫も可愛いですし、チーカワグッズもいっぱいあります。でもすいません、モモンがあんまいないんですけど一緒にチーカワグッズ買いに行ったりとかね、とかどうですか、ドラクエショップ行ったりとか、どうですかね。全然家じゃなくてもいいんですよ、こよりは遊びたいなって思っています。こうやって思ってもらえるのはありがたいことだとこよりは思っておりましてあれね、無言マリカ、じゃあ無言マリオパーティーの時とかもそうだったけど、ほんと配信終わった瞬間にメンションついててめっちゃ笑ったもんね。30分後にやるんだけど来れるって言って、なんかでもそれぐらいこの感覚で声かけてくれて、来るって思ってくれてるっていうのはすごいね、なんかこよりこういう感じのスタンスでやってきたこよりといたしましてはめちゃくちゃありがたいなと思ってますね。それで休めって書かれてたけど、どっちやねんという感じでしたがリリシャはなんか相談しちゃう、なんか忙しそうとか、あ今メンタル良くない時期かなとか、結構こう
こっちが遠慮しちゃう時もあって、でも、こう、話せるって時に、なんか話すとすごい相談できて、めっちゃありがたいなって思っている。やっぱいろんなこと考えてるから、プロ精神のところは、すごい、こう、尊敬してるし、見習いたいなってところがいっぱいある。なんて言えばいいだろう。このさ、ちょっとした2行にまとめるの、めちゃめちゃむずいんだけど、プロって感じがして、そういう、こう、いろいろ考えてる部分を、見習いたい、尊敬したいっていう人なんだけど、でも、たまにへらってて、足かいてあげたくなる。ずっと忙しそうだったから、あんまり最近、会えてないのに、なんか、スタジオで、すれ違ったぐらいでしか会えてないから、また遊びたい、ご飯行きたいなと思っています。